ああ、こんにちは、父さん。教えてほしい。誰かに自分のものを盗まれたとしたら、どういった対応をするのか。徹底的に話し合って、平和的に解決する道がないか探る。目標としては素晴らしいことだ。しかしながら、我々はもっと意義深い対応が求められる状況にある。レールロードと名乗る集団が、この数ヶ月の間に行方が分からなくなっていたインスティチュートの人造人間数体を入手している。彼らは間違いなくこの人造人間たちの解放を目論んでいる。人造人間に感覚が備わっていると思い込んでいるのだ。あなたはレールロードとは付き合いがあったな。つまり彼らの誤解に基づいた心情については理解しているだろう。彼らは善意でやっている。正しいと思うことをしているだけなんだ。リベルタリアの件を対処してもらったな。あれが彼らの身勝手で近視眼的な考えの行き着く先だ。普段の彼らは大した害でもないが、近頃は以前より大胆さを増している。そろそろこちらも対応せざるを得ないところまで来てしまったようだ。この人造人間たちの現在位置はすでに把握している。そしてレールロードが彼らを隠すより先に彼らを取り戻さねばならない。気にする理由がわからない。自分たちの所有物を取り返すだけではなく、言うなれば彼らを懲らしめる必要があるのだ。それも早急に。だがこの件は早急に取り掛かることが重要だ。彼らの居場所を探知したことをレールロードに気づかれる前に、BOS に人造人間の存在を嗅ぎつけられることも望ましくない。そうなれば事態がややこしくなるだけだ。今回の件はこちらの利益につながるのか？この仕事はそちらに非常に大きな利益をもたらすはずだ。断言しよう。バンカーヒルのそばでコーサーが一人待っている。突入前に見つけてほしい。失うのは痛いわね。あなたのせいじゃないけど。少しいいか。何か気がかりでも？そちらは順調か？こっちが始めたことはそのまま進んでる。問題はあるけどいつものことよ。そっちの耳に入れるほどのことじゃない。そっちは何かニュースは？インスティチュートはバンカーヒルのことを把握してる。あそこにいる人造人間たちを再び捕まえるつもりだ。最悪のタイミングね。あの4人の人造人間の上にはオールドマンが鎮座してる。他に彼らを安全にかくまっておける場所がないのよ。あなたの正体がバレないようにすることが一番大事だけど、これは犠牲が大きすぎる。あえて連中の攻撃を受けたらどれだけのダメージがある？こっちは人造人間をかくまう場所が不足してる。そもそもそのせいでぎゅうぎゅうのカゴにたくさんの卵を入れるような真似をしてるのよ。失うものは人造人間4人、ストックトン、襟抜きのエージェントの一部。民間人の犠牲も避けられない。ダメよ、今は困るわ。これまで私たちはインスティチュートが次にいつどこで攻撃を仕掛けてくるか知らなかった。でも今回は形勢逆転のチャンスがある。敵が配置につくまで待って攻撃を仕掛けましょう。思いっきりね。向こうから派遣された者は誰一人生きて帰れない。あなたを除いては。それでいい？一人だけ生き残ったらインスティチュートに疑われないか？あなたは装備を整えた奴らよりはるかに強い。生き残れる者がいるとしたらあなた一人よ。あなたがどんな作り話をしようと矛盾が生じることもないしね。攻撃を焦っちゃダメ。あいつらは殺傷範囲までおびき寄せ、それから罠にはめる必要がある。タイミングは判断できるはずよ。多分あなたにはコーサーが護衛につく。そいつは始末しなきゃならないでしょうね。経験はあるだろうけど、それでも危険よ。ああ、面白い挑戦になりそうだな。危険よ。でも犯すしかない危険ね。やりましょう。
ワシントン DC のダウンタウンにあるモニュメントに比べたら、ところは全然大した。お待ちしていました。それでこちらの状況は？説明は受けていると思いますが、標的は中にいます。状況は悪化している様子です。ベラベラ中に入り腎臓に、なあ、あんたのグレネードが必要になりそうだ。貸してくれ。よろしいですよ。標的はストックトンという男にかくまわれています。任務の目的が変わりました。銃を撃ちながら。探したぞ。金なら持っています。見逃してくれたら差し上げます。もう少し具体的に言ってくれ。ああ、金です。ほら、キャップが60個。それが全財産です。いいやつでしょ。お前は運がいい。このいいのは見逃してくれ。なんてこった、ありがとう。忘れません。いや、そちらが立ち去り次第どこか安全な場所へ避難します。いや、助けてくれてありがとう。まだ無事だ。え、来たぞ。お前か俺か。何か見たと思ったの？私は人生で
一度もインスティチュートの外に出たことがない。彼らにここに連れてこられた日からただの一度もだ。出る理由がなかった。だが今これでずっと前から分かっていたことが事実だと確かに言える。連邦は死んだのだ。ここに未来はない。人類の唯一の希望は地下にある。現状はそこまで悪くもないだろう。本当にどうにかやれているかもしれん。ただし釣り合わぬほどの代償を支払ってな。ここに立っているとこの荒れ地で命を拾ったことがどれだけの幸運だったのかを気づかされる。そちらから見ればボルトから誘拐されたのかもしれないが、実際にはインスティチュートは私を救ったのだ。実際には私たち二人をな。奴らは俺を氷の上に放置した。60年もだ。ああ、しっかりとした理由があったのだ。私は候補者として完璧だった。 DNA に欠損のない赤ん坊。しかしもし何かがうまくいかなかったり、もし私が死んだりしたら、インスティチュートは緊急時対応策を準備するのが賢明だと気づいた。戦前の DNA の供給源をもう一つ、できれば第一の被験者の近親者が望ましい。私の親がその役目を果たすべきだというのは実に理にかなっている。だからあなたはボルトの中で安全な状態で生かされていたのだ。正直言ってあなたをボルト111から出したとき、あなたが外でこんな場所で生き延びられるとは思っていなかった。生き延びるだけではなく、どうにか私を見つけ出しインスティチュート本体に潜入するとは並大抵のことではない。お前の無条件の愛に圧倒されている。理解するにはもう少し時間が必要だ。怒りは受け入れよう。しかし分かってほしい。愛を感じようにも持ち合わせていなかったのだ。我々はずっと他人だった。つい先ほどまでは。もちろんあなたを再冷凍する必要はもうなかった。さらにその何が起こるかを見てみたかったのかもしれない。ある種の実験だ。こっちはあなたがどんな男性か見当もつかなかったのだ。連邦は他のすべてと同じようにあなたを汚染するのだろうか。そもそもあなたは生き延びられるのだろうか。おそらく一番知りたかったことは、あなたがこれだけの時を経てもなお自分を探そうとするかどうかだった。答えはもう知っているが。お前にとってはその程度か。俺も一つの実験に過ぎないのか。それだけではない。だがそれでも結果には満足している。じきに分かってくれることを願っている。すべては未来のためにやったことなのだ。このところの出来事の後でも私が望む未来は危機に陥ったりはしていない。バンカーヒルではこちらの思惑通りにはいかなかったようだな。何があったか説明してもらえないか。ボロ負けした。その事実以上に重要なことがあるか。この任務を失敗する確率は天文学的に低かった。それを踏まえればどう負けたかというのは実に重要だ。バンカーヒルはインスティチュートにとって有益な資産としてそちらの立場を強化するはずだったが、もはや疑惑の種にしかなるまい。それに BOS がこの件に関わっていたとは。彼らは何が起こっているか知る由もなかったはずなのだが、理事会に結果を知らせるのはしばらく見合わせよう。状況が動き出している今、その行為は脱線にしかなるまい。ところでインスティチュートの将来により深く関わってもらう時が来た。中で会おう。理事会が会議を開いているが、同席してもらいたい。待っているぞ。もう十分見た。そろそろ中へ戻ろう。